いよいよ大物狩りです。これお客さんから預かってる巻き割り機なんですけど、電動巻き割り機で、オークションで売ってくれて持ってきてくれたんですけど、まずこの状態でオークション出しても売れないですよね。あ、ここへっ、この状態では売れないです。まず動作確認、モーター動くかどうかやってみますか。電光ドラム、これ持っていきましょう。これで動作確認取ってみましょう。いよいよ動作確認、これは怖いぞ。いや、なんだこれ。ちょっと今使い方、ここかね、なんだこれ。あれ、あれ、終わってんじゃねえこれ。ちょっと待ってください。おかしいな。今度は大丈夫。お？どういうこと？どういうこと？ちょっと待ってください。わかった。え、こんな遅いの？こんな遅いの？こんな遅いんだ。何なんだろうこれ。で、みんなここまでは結構動作確認取るんですよね。モーターが、回ってで、ここがガーッと行くっていう感じで、ここまで空打ちっていうのは、空ぼかしっていうのが、これだけでは実際巻き割りできるかどうか分かんないですよね。で、今からちょっと土場に行ってきますか。ここに杉の原木が軽トラック行く時代ぐらいあって、薪割で欲しいって持ってったんですよ。で、割れなさそうなやつは5、6個置いてったんですけど、それすらなくなってしまいました。あれだな、原木探してくるか。やば、梅干し天日干ししてんじゃん。やば、売ってる梅の10倍うまい。
売ってる梅の10倍うまい。これは太すぎるでしょ。これあれかな、キノコかな。やめとくか、キノコ穴が開いてるからキノコ。原木がないぞ意外と。あそこにあるじゃん、腐ってるか、腐ってるな。ちょっとこんなちっちゃいの割ってもな、これは割れないでしょ、さすがに。これは無理でしょ。50センチぐらいあるもん。原木がないな。これチェーンソーで切って割ってみるか。10、20、30センチ。けど節だらけだな、節だらけ。これしかないもんな。これチェーンソーでちょっと切ってみます。カラッカラに腐ってる。これではあんま意味ねえな。あれか、一つもらってくるか。うん、これではダメだ。スカスカな、こんなの杉かなんかだな。これでダメだ。一個もらってくるか。いや、なかなかないですね、やっぱり肩には。隣町まで行ってきました。これ割れるかどうかやってみますか。これ割れなかったら使い物になんないんです。これ最低ラインですよ。やっぱみんな太いのは持ってないですね。割るのが大変だから。これぐらいです。いきますか。結構台の上にするとでかいですね。いきます。割れないってこと？え？なんだこれ？どういうこと？入っちゃってるよ。こんなのも割れないの？斜めになってるからな。ごめんね、あと1回だけやらして。割れたじゃん。あれですね、これぐらいのが限界ですね、多分ね。割れるっちゃ割れるな。10、20、30センチか。太さは20。
ちょっと子供がうるさいっていうのでやめときますか。これ硬ぎ割れるな。これかなり硬いやつですよ。これ何の材質かまでわかんないけど、かなり硬いやつ。いけるいける。オッケー。これはいいぞ。杉とかならもっと割ると思うんですけどね。はい、以上。